あの事件は確か。この日付は。何か思い出したの？いや。7月9日ってことは、エリさんの事件。お母さんが殺人者に。ああ、あの忌まわしい日。ちょっと派手すぎない？その色。そう？このくらい真っ赤じゃないと気合入らないでしょ。今日は復讐だから。復讐？復讐って誰に？ラン、今日何が起こっても驚かないでね。え？花はな。下着がいいわよ。真っ赤なやつ。エリさん。外国じゃ恋人に下着をプレゼントするのは普通よ。ランユのプレゼントなんでしょ。一緒に行ってあげようか。いや、恋人じゃないんで下着とかは。じゃあ何ならいいのよ。はっきりしないわね、男のくせに。あ、つうかただのお礼だし、あ、食い物とかいいんじゃないですか。最悪、情熱を全く感じない。それじゃあ女は落とせない。エリさんは何だったんですか。おっちゃんからの初めてのプレゼントは。これ。おっちゃんが選んだ割にはいいじゃないですか。あいつが選んだ？私が選んだのを買ったの？口紅ね。ごめん。あ、お待たせ。お。お父さん？あれ、おっちゃん、どうしたの？こいつに呼び出されたんだよ。俺の大事なレイカちゃんの裁判だから来てやったが、一体何のつもりなんだよ。大事なレイカちゃんね。今日はレイカちゃんの弁護じゃないのか。今度その名前呼んだら殺すわよ。レイカちゃん。頑張れ。この裁判の被告人はスナックミントローズのホステス斉藤レイカ。彼女は5月28日勤務先の金庫から現金1000万円を盗んだ容疑者として逮捕された。しかし彼女は犯行当時のアリバイを主張し、窃盗の容疑を否認している。エリさんはこのアリバイを証明するための重要な証人というわけだ。あの上川って検事は東京地検のエースなんだ。へえ、すごい検事さんなんだね。ボマ、あの女は嘘つきの泥棒猫。そんな女の味方する気？ママ、レイカちゃんが犯人なわけがあるもんか。この世界に名の轟き渡る名探偵毛利小五郎が来たからには、どんな謎でも立ちどころに解決だ。誰だ。開廷します。被告人のレイカは犯行時刻にとある場所でエリさんを目撃したとアリバイを主張した。したがって本当にその場所にエリさんが存在していたかどうかが、レイカの犯行の可否を証明する重要な焦点となっていた。スナックミントローズにて現金1000万円が盗まれた5月28日の深夜24時ごろ、木崎エリさん、あなたどこにいましたか。いや、それは被告人のアリバイの証明にはなりません。被告人が木崎さんと同じ場所にいたとしたら、被告人は犯行はできません。そうでしょ。異議を撤回しますか。木崎さん、あなたどこにいましたか。
ハイド町のラブホテルです。見たわよ、油切った親父と一緒だったとこ。お母さんが男の人とラブホテル？それを麗華さんが近くで見てたんだ。エリ、ラブホテルってのは本当か？それは浮気だぞ、立派な裏切りだ。静粛に。斉藤被告人は同日同時刻、ラブホテルピーチピーチの前で証人と男がホテルに入っていくのを目撃したと証言しています。くそ、俺の知らないところで。証拠はこれです。裁判長、ラブホテルピーチピーチのエントランスの防犯カメラの映像、後ほど提出します。なるほど、映像があればエリさんとレイカさんの証言が一致した証明になる。ほんとびっくりしちゃった。小汚いおっさんと美人弁護士先生が安いラブホテル入ってくんだもん。どんな男だったって？だから言ってるじゃない、油切ったおやじ。どんなに綺麗でもおばさんになると男を選んでられないのね、お気の毒。もうその辺にしておいたら。麗華さんやめなさい、あなた被告人なんだから冷静に。けしからん、全くもってけしからん。私だったらあんなギトギトした男耐えられない。あんなやつに抱かれるなんて、ああゾッとする。お前は私という立派で素敵な夫がいながら他の男とそんなことが許されると思っているのか。何の気持ちを考えろ。みんなだって思うでしょ、あのおばさんより私の方がずっと若くて可愛いって。ちょっと内田弁護士、私この人のためにわざわざ証言しに来てあげてんのよ。どういうこと？すいません。だって本当のことだもん。ペラペラとよく滑るしたね。本当のことだもん。もうおやめなさい、これ以上喋ると自分の言葉で命を落とすわよ。ふーん、だったら殺してみれば。そう、じゃあお望み通り。頭を打たれて死んでる。やだ、本当に死んじゃったの？お気の毒に。エリ、お前なんてことを。死んじゃったものは仕方ないじゃない。なんだと？人一人死んでるんだぞ。あら、あなたも私に逆らうつもり？だったら彼女みたいにこの指鉄砲で殺しちゃうわよ。おい、お前まさか。次は誰にしようかしら。あなた、それともあなた、それとも。興味深いトリックですね、木崎弁護士。もし本当に指で人を殺せるなら、ぜひその銃で僕を撃ってみてください。あら、いいのかしら。ちいちやめて、お母さんも冗談はやめて。エリ、見損なったぞ。浮気はするわ、人は殺すわ。お前はそんなに俺がいなくて寂しかったのか。はあ、何ばっかのこと言ってんの。もうやめてください。私のことより、さっき言ってたプレゼント選びに頭を使ったらどう？プレゼントに隠された思いは指先にまで刻み込まれる。下手なものを選ぶと殺されちゃうわよ。おっちゃん、このおばさんこのままでいいのかよ。人殺しなんだぜ、あんたの奥さん。何言ってるの？エリ、
俺がいくら魅力的だからって彼女を殺すことはないだろう。彼女、この人、落ち着きなさい。だってこの女、麗華ちゃんを殺めたんですよ。それが不肖毛利小五郎、この名探偵のせいだなんて。俺のために二人の女が争い、そして一人の女が死んだんです。俺は自分の魅力が許せない。テイ、はい、この人を連れてきなさい。はい。ちょっと待って、裁判長、お父さん。がっかりですよ、木崎弁護士。あなたがそんな態度なら仕方がありません。裁判長、今すぐ木崎弁護士の身柄を拘束してください。彼女は斉藤麗華さん殺害の第一容疑者です。誠一、わかりました。どうもありがとうございます。佐藤刑事。工藤君、遺体は？遺体を一発通頓、即死のようね。佐藤さん。高木君、どうだった？どこを探しても凶器が見つかりません。明らかに銃痕みたいだけど、銃なんかね、法廷に持ち込めるわけないし。一発発射するだけだったら、雷管を破裂させる機能と弾丸を飛ばす金属の筒さえあれば可能よね。だから誰が凶器を使ったのか、それを先に突き止めましょう。上川検事、現場で気づかれたことは？木崎弁護士が取った異様な行動かな。彼女は自分で殺したって言ってるんだし、それは自白と受け取れなくもない。斉藤麗華さんを殺害したのは木崎弁護士、あなたですね。いいえ、違うわ。前言撤回ってことですか？常識でわかるでしょ。指鉄砲で人を殺したってまさか信じたの？じゃあさっきの冗談だったと。決まってるでしょ。それともあなたは凶器は人間の第二子かっこ人差し指とでも調書に書くつもり？笑っちゃうわ。ねえ新一、お母さんは犯人じゃないよね。新一、あの女ならやりかねないわ。麗華とあんたのお母さんが小五郎ちゃんめぐって大喧嘩、修羅場よ修羅場。木崎弁護士と麗華さんが争っていたっていう話が本当なら、彼女には動機があるな。男をめぐる争いだったりしてホテルでばったりなんでしょ。麗華と弁護士先生、どう見たっておかしいわよ。ねえ新一、お母さん言ってたの、今日は復讐しに来たって。ら、それって？でもお母さんが犯人なわけない。お母さんが犯人なんてありえない。上川検事、あの裁判で問題になったラブホテルの監視ビデオですけど、あそこに何か映ってませんか？ビデオに？もしかしたら出てくるかもしれません。木崎弁護士が隠したい何かが。同じ時刻、麗華さんもこのラブホテルの外からエリさんと男を見ていたんですよね。ああ、だから麗華さんは防犯カメラに映ってない。この映像は内田弁護士が手に入れたんですか？彼女の証言を聞いて慌てて探したんだ。映像が残ってて助かったよ。そういえば殺される前の暴言吐いたりとか、麗華さんの態度ですけど、あれは内田弁護士の指示ですか？とんでもないよ。あんなことしたら裁判官の心証を損なうだけだろう。なんであんなに騒ぎ出したのか全く見当つかないね。斉藤麗華の証言通り、あなたは犯行時刻にやはりこのラブホテルにいた。私もそう証言してるじゃない。これで麗華さんのアリバイが立証されてしまったことになる。彼女は無罪だったということだ。
エリサ、この一緒にいた男は誰ですか？答えられないんですか？しゃがんだエリサ、指鉄砲、ラブホテル、復讐。今日は復讐だから。つかみ合いの喧嘩、冒険。これでピースは揃った。あとは真実を証明するだけ。エリさん、あなたはさっきの映像を見られたくなかったんですね。だから麗華さんを殺した。俊一、ねえ何言ってんの？ラン、俺の推理ではエリさんが犯人なんだ。木崎弁護士はこの法廷で斉藤麗華さんを殺さなければならなかった。その理由は法廷で開示されそうになったこのビデオです。これに残ってる映像にはあなたの浮気の証拠がバッチリと残っている。これを流されれば今度こそ離婚は決定的だ。とぼけたこと言うのね。私はあんな男いつでも離婚してやるわ。しかし木崎弁護士、あなた小五郎氏をめぐって麗華さんと喧嘩をしてる。まさに女の嫉妬だ。ただの意地よ。いい加減にしてよ俊一。ラン、私のお母さんが人を殺すはずない。俊一だって知ってるでしょ。お母さんはまっすぐでいつも正しくて完璧なお母さんなんだから。ラン、何よ。その完璧な人が怪しげな男とラブホテルに行くかな。それはランさん、木崎弁護士はそういうのが重かったんじゃないですかね。周りの評価の高さが。嘘よ、私は信じない。絶対信じない。娘の言う通りよ。私は犯人じゃない。だいたいビデオだとか騒いだからとか根拠が薄弱すぎるわよ。根拠ならあります。麗華ちゃん、麗華ちゃん。転んだ時あなたは誤って落とした凶器を拾い上げたんですね。そうしてその動きをごまかすように全員に喧嘩を吹っかけた。証拠は？証拠はあるんでしょうね。事件後すぐにあなたには監視がつきました。ですからまだ凶器を隠し持ってるはずです。身体検査だ。失礼します。凶器は発見されませんでした。え、どうしてだ？木崎弁護士が犯人じゃないのか？いや、優秀な木崎弁護士がそんなすぐバレるような場所に隠すわけがない。だったら凶器はもうあそこしかない。そのアップした髪の毛ほどいてください。木崎弁護士、どうしました？できないんですか？凶器だ。凶器が見つかったぞ。これで彼女が犯人で間違いない。本当にそれが凶器ですか？ほらよく見ろ、この中に銃弾を発射する装置が。ただの口紅のようですが、とうとうボロを出しましたね上川検事。鑑識の報告で判明してるのは凶器は何か金属の筒のようなものというだけ。
特徴も大きさもわからない凶器をこの口紅だと断定できるのは犯人がいません。そして本当の凶器はこの中。上川検事、これでようやく見えてきたと思いませんか？何がだ？凶器の謎に被害者がついた嘘、つまりこの法廷に残るたった一つの真実ってやつかね。あなたはエリさんと同じ口紅で銃を作り、それをこっそりとこの法廷に持ち込んだ。そして玲香さんが騒いでる隙を狙ってその銃を発射させ、エリさんがいる証言台に転がしたんです。転んだ時自分のだと思って拾った口紅が異様に熱いのに気づいて理解したわ。このままでは指紋が残り私が犯人に仕立て上げられる。だからいかにも怪しい行動をとって新一君に合図を送った。私のことより頭を使うは推理することだ。プレゼント選びに頭を使ったらどう？プレゼントは口紅、指先には指紋、指先にまで下手なものを選ぶと殺されちゃうは凶器。下手なものを選ぶと、このヒントから僕はエリさんからのメッセージを理解したんです。凶器が見つからなければ必ず犯人は尻尾を出す。だからあの男が騒いだ一瞬に凶器を新一君に渡して、僕がその凶器をこのビデオケースに隠し保管した。もう二人とも心配したんだから。工藤君、僕は落ちてきたものを見て凶器だと思い込んでしまっただけだよ。証拠なんかどこにもないじゃないか。じゃあ玲香さんがついた嘘の謎はどう説明するの？嘘？玲香さんは殺される前に一つ大きな嘘をついたんですよ。例のアリバイの件です。玲香さんは犯行時刻ラブホテルの前になんかいなかった。スナックで金を盗んでいたんですよ。なんでそんなことが言えるんだ？だってねえエリさん。ねえ、彼女おかしなこと言ってたもんね。おかしなこと？そう、私は小汚いおっさんと一緒だったって。わかんない。で、どこら辺が被害者がついた嘘なんですか？しょうがないわね。もうじゃあその小汚いおっさん呼べば？お願いします。じゃ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 ーん。待たせたな諸君。私がかの有名な名探偵毛利小五郎だ。別に待ってないし、あんまり名前も売れてないみたいよ。なんだって俺の人気がないだと？そんなバカなことがあるか。では嘘の証拠をご覧いただきましょう。あれ、小五郎ちゃんじゃないの。お父さん？ラブホテルに行った男の人ってお父さんのことだったの？あ、思い出したぞ。麗華ちゃんに振られてやけ酒かっくらってエリを呼び出した時だ。お父さん最低。エリさんと一緒にいた男は毛利小五郎氏だった。おかしいわよね。小五郎は彼女の店の常連客。もし本当に彼女が私たちを目撃したのならこう言ったはずよ。キサキと毛利がラブホテルに入るのを見たってね。つまり玲香さんは実際にはエリさんと小五郎さんを見てはいなかったということです。ではなぜその場にいなかった玲香さんがこのことを知ることができたのか。玲香さんは実際にエリさんを見たんじゃない。
このビデオを見た誰かから教わったんだ。上川源氏、あなたはつい最近までラブホテルピーチピーチグループの脱税事件を担当していましたね。彼女に前もってビデオの情報を与えることができるのは上川源氏あなたしかいないんです。動機は愛情のもつれとお金かしら。麗華さんからとんでもないお金を貢いでもらってたんじゃないの、エリート検事さん。あいつが、あいつが全部悪いんだ。あいつは俺にぞっこんだった。愛人と金を手に入れ、出世も仕事も順調で、俺の人生は幸運の塊だったんだ。それが、ふざけんじゃないわよ。あいつは自分が逮捕されるなり手のひらを返しやがった。1000万円はあなたのために盗んだんだから、すぐに刑務所から出してくれなければ今までのことは全部ぶちまけるって言いやがったんだ。あの昭和の女に引っかかったのは人生最大の不覚だった。俺という特別な人間のためにあいつは死ぬべき存在だったんだ。どこが特別なの。あなたは他の犯罪者とどこも変わらない、ちっぽけで愚かな人間よ。上川健二、いや上川匠、斉藤麗華殺人容疑で逮捕する。ラム、ごめんね、驚いたわよね。でも大丈夫、お母さんを信じてるから。ねえ、お父さんね、ホテルに入ったらすぐに酔いつぶれて寝ちゃったのよ。お父さん最低。男選びは慎重にね。逃げんの、おっちゃん。おい、立て坊主、女房選びは慎重にな。さいなら。あの事件、お父さんが最低だってことだけははっきりしたわね。何をするんだ。あれは俺が芝居をしてやったから事件が解決できたんだろうが。なあ、狂気の。おい、今度は何の事件だ。このドレスは確か私のドレスよ。お前はまだ嫁にはやらんぞ。らんのじゃねえよ、これはおっちゃんのせいで結婚が波になった花嫁の問題。え？俺？結婚を祝って乾杯。ママ、死んじゃう。浮気したら殺す。お願い、注意して。殺さないから。私産む。見えてきたよ、たった一つの真実ってやつがね。